どうもみなさん、こんにちは、わそんでございます。というわけで、ラストフロンビヨンドの続きやっていきましょう。では、最後の激ムズの絵を持って、で、ブラッドハウスで三つの黄金か。これが前落ちゃってドーンをつったのかなやっとだ。まあ、素直に行けるとは思わんけど。まあ、こういうのは大体ね、素直に生かしてくれんからな。大体待ち受けているんで何かが。オープンだ、セサーミこれは閉めといて。なんか、これが苦痛感になるっていうから欲しいんだけどな。いないの。 あれもう話しかけられねえわ。ダメか。いやとりあえず開けるとしますか。どれがどれ適当でいいのかなこれ。違う。これは3つ穴だからこれか。丸だから、あ、これか。で、最後。おいえい。オープンのセサミあ、そういう感じなんだ。や、やったできたびっくりした、お前か。ああ、あのクソ野郎どもがリリー何をしたか考えるとか怖い。よかった、一瞬誰と思った リリーはどこだ彼女はここにいるって言っただろうあ、私はそうだと思ったんです。本当に、周りを見てください。彼女は、どっかにいるかもしれない。ここには何もない。なんてこった、カディがあるな。あれは俺が持ってきた本かなとりあえず、周りを探索。あ、これは、スカーレット・ロッツの誕生。あ、サビニあンだ。理解して、カルト・オブ・エクスタシーは全ての悪意の背後になります。レアと過ごした時間は私の人生で最も素晴らしい時間だった。レアが女性になるのを目当たりすると同時に、自分のキャリアに解放され充実な気分だったの。 レアが女性になるってだろうそういうなんか男性から女性に変換なのか、それともなんか、まあ、そういう行為をして女性になったっていうのかな彼はらしいなのがもが永遠の欲望に値すると信じてた、うん。薬を飲ませた。かわいそうなのはまあそういう儀式に参加したと。 恐ろししさを知っている。ウィラードの計画をしてたあなたを出たかったと。ウィラードがルストガーのコータルに入れたことしていると。レアを救うことで、私の命を犠牲するかもしれない。レアと昔の友達に何かことをしてた時は、私のほとんどだと、おかしかったと。私の使命を理解するたら嬉し。い。私も自分自身を感じて制御できてない。宇宙の自然を隠したストガは、えー、ウィラードはルストガーのどこかに宇宙の自然を隠したと。それを見つければ、ジョーの道か。うん、カルトをベックスタシルティが約束された解放は、魂のための刑務所、美の否定、そして無の崇拝を、劇場であってもっと話しましょう。CA。誰だ CA。CA。スカーレットロッチの誕生。 ウィラードの求めに応じてレアをウェルバートン的に行くことを拒否したか。チャールズはか。チャールズは昔から知と彼女に亡くした時すぐにのを欲しかは、世界の恐怖をまとめてして彼のほうが歪んでしまった。それぞれに苦しんだのは、エクスタシー兄弟のメンバーか。ルストガールの機械が取り付けられた。彼らは北斗と人間を知らせたと。オーストリーズはレアと彼の救援を見せた時彼らは機械から抜いた。目覚めたカルト信者は、ルストガールから逃れるオーストリアに過ぎたと。 の解放された心は宇宙の自然と言われるゆく姫の本が変化を逆転させるサラダと信じた。ああ、なるほどね。まあ一応、オーステルリッツもオーステルリッツって何かをやろうと思って調べたのか、この本が欲しかったのか、その治療というわけじゃないけど、とりあえずこれは俺が見つけた宇宙の自然か。まあいい。これ見ても何もないですから鍵を取ろう。オッケーそれで ここから出ますかリリーを探す。鍵を見つけた。さっき見たシンボルでマークされている。これがどこでつかないのか見ておかないと。そこにリリーがいなければ、このダンジョンを隅から隅まで探す。わ、ま、わらたちは戻らないと。とどまるのは危険すぎます。したいことをすればいい。僕は彼女を見つける。ちなみにここは何もねえ。ここも何もねえか。鍵カオスサインあーあったな、そういや。ちなみに、あれ、本は本お前取ったのかこれ開けたらいるいないか。 こっちの方やな。誰かいたりしないさすがにしないか。まあ、とりあとずここ開けてみましょうか。オープンザ・セサミ。よいしょ。一応怖いから閉めとく。で、ここは開かない。ここも開かない。クリアリングいるー。リリーいるー。衣装着てるー。リリー。ああ、神様。さあ、行かないと。もう様子おかしいけどな。ベクターベクター何よ。行かないと。彼らが僕たちを探している。ベクター、素晴らしい。 本当にごめんなさい。彼はここよ。見えし者はここ。うわあ、やられたー。リリーリ,リー、何をしている彼はここよ。見えし者よ。いやー、リリー、くそ、意味がわからない。洗脳されたか。ごめんなさい。後ろから。まあ、全然気の毒じゃないわ。うえ。だと思った。絶対後ろか殴流れると思ったわ。工藤新一方しかと思ったわ。あなたは自らが一つだと思って魂を探す。体は出血外に。出血し、喉が渇き、えをする。光に触れなさい。 あなたが体の本質であると。ま、たぶんこれは祖ワ5時だろうね。というわけで、リリーはどうなんだろうな。助けるのかなこれ。洗脳されてるのか、どうなんだろうな。見つけないと殺そうやって言われたのかああ、またお前か、デカブツか。しかも、下に手れてろされたわ。ブラッドハウスだわ。どこに連れて行かれるんだ例えばアカウントビルあったな。その奥だよ、その奥。あーららららららら何めっちゃ伸びしてるけど。何をするんだろう、ここでは。俺は寝かされている拘束されてんの あ鞭持ってるうわいって、まあ、そういうお店やんもうあっあ次もっとひどくなったわくバット小規模釘バットどうかわいいでしょみたいな感じである何すんのなんか見せびらかすけど殴んの俺であまた無知になったうーん起きるのよ見えしもの今日は朝の体操の代わり変化の部屋を探すの 何それ宇宙の自然の中で、この本は、宙に浮いた大きなお椀について語っている。きっと見ればわかるわ。また行けと。あなたは今のところ、私たちの一番の希望よ。だから、台無しにしないで。リリー、リリーはどこだ仕事を始めて。あなたと変わりたい人はたくさんいるの。それ相応のことをしなさい。なんか左光ってるなあれなんだ。もしサボるなら、地獄で代償を払ってもらうわ。素晴らしい発っするとどうなるか知っているわね。ああ、ルスト川に旅に出る。 これ何鍵や。行きたくねえ。チャプター11、赤に踊る。お祭りの、なんだっけ、名前だっけ、赤に踊るわ。で、あ、これで鍵開けるってことね。やっぱ繋がってたか。サビた、ありふれたでしょう。自分がやめてなかったら当分必要なかったかもと。でしょう、鍵。あれ、使えねえ。待ってよ。これで買う。よいしょ。はあ、行きたくねえなーで、ポータルってどうやって開くんだろう開けてくれんのかな ここら辺はあかねえわ。アイテムもしいんやけどな。なんかここら辺で開けられないわあ、開くんかーい。でも無理か、ここは。んはいかけられた。ああ、違ったわ。ああ、おった、普通に。まあ、行くか。こっちは無理ですか。行く場所1個ですか。ああ、また行くのかい、世界に。こんにちは。んああ、向こう行けと。わかりましたよ。もう、めっちゃおどしてくるじゃん。オープン。ああ。 またこの煙かよ。リリーはどうしたんだろうな。こな中いいのかな。おーっとっと。ワンチャン、このポータル経由でさ、あの、向こうから助けてくれないかな。世界繋がってるんじゃないのまたこの世界。でも、色欲の神がいれば、回復とかのパーセンテージというか、恩恵もらえるからな。それはそれで欲しいんだよな。演歌の部屋に到達する。なんかお椀がどうただこうたらって言うだけど、あなんか囚らわれてるわ。あれはただの像か。ん何かできんのか あ、これか。大はオッケー、道ができる。この石像は何だよくわかんねえ。なんかある。あ、これはあれだ、文字だ。選ばれし者の富が変化への道を見つけたろう。前知の神に性別され、彼は光に向かって進み、変化の部屋の粘り強い輝きの中で体感するだろう。そして、ウグロエクナがエクスタシーのエクスタシー神の無言の口を歌うだろう。意味がわからんな。とりあえずあっちとこっち、行けなさそうな場所から行ってみるか。こっち降りて帰ってくるべしかなじゃあ、じゃあこっち行くか。武器とかは ないんだね。あいつらキーより入ると全部裸だからな。アイテム1個もないんだよな。まじ、あ、それが一番嫌だわ。もう、音が嫌だわ。ま、あとりあえず奥に進むしか道はないんですけどね。どうせ逃げたら殺されるし。あ、回復あるわ。あー、じゃあ前回あんまり回復アイテム使わんでもよかったな。また言ったな、これ。これはここが開く。ああ。一応、ま、回復だけはしとこうか。ここが開くのか。なんかの落としたら今。 これはまたなんか別のものか。これはなんだアイテムか。どういうことだこれ。開くよな。開くけど閉まるのか。早いな。間に合わんもんな。でさっき手に入れた宝石を何かするん目が開いたの。あ、ここにはめられるあ、はまったわ。あの光は何だろうなと。とりあえずこっちの道を開けてみようか。え、ここに繋がるんか。意味あるのそれ。目に見つからないのにいけた話、これ。あ、やっぱりか。光ったらアウトか。じゃあ、こうい ええー、こうか。OK、OK、分かった、分かった。そのためだけにあのコース見つかんだな。これでいいのかなやっと行けたわ。うわぁ、また地獄みたいな場所来たな、これ。なんだこれ。雰囲気めっちゃ違うやん。何が吊り下がってんのあれ。吊り下がってるとかぶら下がってるっていうか。なんかあれだな、手術台みたいだな。これをどうすんだあっちか。こっちの方から上へ登る。そのあたが来る。わらしたちはずっと待っていた。ラブ・アブ・ラクトだっけ、こいつの名前。初めて声聞いたな。 めっちゃかまわるわ。あれがおわんかもしかして。あ一応でもなんか光はあるから、ここで何かする必要があるのか。で、あった。あれか。ワン、ツー、スリー。危ねえ。早いな、スリーは。オッケー。道ができた。あざこや行くか、これ。でだ。永遠の政治だもん。変化の部屋。刑務所。非常に多くという意味。そのどれも神髄を捉えてはいない。ああ、そうですか。俺に言われてもよくわからんけども。で、ここを降りて。 で、はってここまで来てあっちかやることは同じかな3おいやいこれで道が完成。何回続くんだろうこれが我々はそなたに美しさを見せるそれで準備ができるだろう我々はそなたをずっと待っていたなんで俺なんだろうねこれ何をどう思って俺は選ばれたんだろうな他にも見えしものっていっぱいいるはずだけどな何を基準で俺が待っていたんだろういろんな人に言ってんのかね待っていたってその中で俺が一番ここにたどり着いたから おーお前が一番でよーって言ってるようなもんなんかな。なんかズンズン凹むんだけど、ズンズン凹む。どんどん凹こむんだなら。立ってるよな。ああおお、気持ち悪い。視界がグワンゴわん歪むわ。とりあえず奥へ。あ、視界戻った。よし。なこういうちょっと曲がってるのも視界曲がってるんじゃねえかって思う原因だよな。待って、大きく開けた場所。ここがおわんおーおおお、なんか、なんかいた真ん中なんかある。急にホワイトアウトしていけないのこれ。変革は命を与える。 変革は理想をもたらす。そうでなければ、物質と本質は空虚に吸い込める。彼女と共にいる間、彼らは血に踊る世界を生むであろう。また意味がわからんな。どこを、お、オーステラリツ、リアダメ、そんなの不可能よ。彼を診察するまで落ち着いて、彼は、ダメ、嫌よ。何彼って誰あの、サビニアンかいや、私は、こんなの嫌、こん,の嫌こんなの死よりもひどい運命よ。俺に言ってる誰に言ってる レア。レアなんか、レアとは、そういう、なんか、やばい治療みたいにしたい感じの直せると。ああ、迷惑で、ね、それか、残ったもというか、残ったもったに、僕、僕、君は我々を解放するだった。そして今、我々の運命が避けられるものだということを君が証明した。はいちょっと意味わかんないけど、そこで君に何があったそれは、声だ。ラブ・アブラクトの彼の声を聞いたのか、聞いたことを正確に説明しろ。 我々は知っておかないと。ラブ・アブラークトスク。い,いえ、ほラブ・アブラークス。なんか、めっちゃ足し,しわしわじゃないまた膠着状態だ。そうだろうな。演技なんかな、これ。わかんねえな。レア、手配してくれ。もっと見えしものが必要だと。まだいんのか。てん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 。レアレアはい。というわけで、本日はこの辺で終わりましょうか。というわけで、主人公どうなったんだろうね。ビクター ビクター、あリリーだリ、リ,リーあなた、変化の部屋にいたのね。うん、いたよ。彼ら、あなたになんてことを知ってんのか変化の,の部屋。リリー、ーなぜーああ、ビクター、かわいそうなおばかさ。もともとこっちだったもしかして。僕、愛してる。ああ<ー>、笑わせてないだれはなんて空っぽな言葉なのビクター、あなたを愛したことは一度もない。今までの私たちはすべて最初から嘘よ。私があなたのギフトを観察するようにできるための嘘。あ、やっぱ最初からお前向こう側か。わからない。 私があなたをブリークマンにカした。あなたがオーステトチにあることに抵抗があることを彼に知らせたのは私。スカレットメンバーをあなたのことに返したのも。全部お前か。どうだったか。それに私はあなたの弱さ。つまり私への愛をここに戻ってくるための餌にしたか。分かってんなよ。スカレットルチは私の人生であり、あなたはただど具だったのよと。僕は信じない。僕はもう何も信じない。ああ、やっぱりそういう運命だったか。というわけでね。また次回、ちょっと言葉が終わらないとね。鍵と、あなたのリボルバーを残しておくわ。私についてこないで。 レボルめてのた。初めての銃だ。というわけではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。足やば。